られない。それで終わりか。つまらんだ。あのやめてください。雑魚が邪魔をするな。雑魚？小さいからって舐めないでよね。ふん、ならば俺を楽しませてみろ。この人強い。みんな気をつけて。ここにいると巻き込まれるわ。安全なところに逃げて。早く。最強は俺だ。悔しいが一度下がった方がいいか。彼の目を引きつけないと。あなたに私は倒せない。試してみる。ほう、貴様、命が惜しくないようだな。それは戦う宿命。ふん、雑魚にしてはやる。今日のところは引いてやろう。ところで、ここはどこ？マリー、お家に帰りたいです。すまない、いろいろ説明したいが、まずは彼を倒さないと。ここまで来れば安全か。リョフ殿は帰っちまったのか。勝って、いや、自由な人だぜ。まあ仕方ねえ、あいつ抜きでやるしかねえな。まずいな、なんとか立て直さないと。そういや援軍はここから来るって言ってたな。守っておかねえとまずいか。まだここは頼んだ。あっちの敵は勇者時継ぐに任せとけ。突然こんなことになってびっくりしましたけど、知っている人がいてよかったです。勇者に任せな。私もマリーちゃんとカスミさんの顔を見てちょっとだけほっとしました。そうね、本当に一人きりじゃない。無限変身竜レフージプルス。邪魔しないでなくてよかった。力を合わせてなんとか乗り切りましょう。やるじゃねえか。すまねえ勇者、ここは引くぜ。増援部隊頼むぜ。突っ走る。増援が鬱陶しいな。先にあちらから潰した方が良さそうだ。おかげで助かったよ。
美しい英雄さん。ちょっといいか。頼む。ああ、すまない。ああ、この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持ってる。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉もよみがえるはず。それが叔母上の見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。ああ、そんな、いや、くっ、母は、どうしよう。
いや、おう、すまない。わかった。はあ、そうだな。そんな。いいえ。ありがとう。はい。おお。英雄さん。英雄さん。おお、頼む。避けられない。英雄さん、頼む。英雄さんの役に立てるとは光栄だ。まずは俺の言う通りにやってみてくれ。私がやるしかないの。次はこれでどうだ。おお、やるな。じゃあこんなのはどうだ。
命。無限転身竜レクージブース邪魔をしないで。英雄さんはすごい。これからもよろしく頼むな。頼む。ああ。いえ。おお。はい。そうだ。おお。頼む。儀式をやりたいが、シキたちが邪魔だな。急いで撃退しよう。ここ、私のいた世界にそっくり。かすみさんの思念が反映されたんだろう。英雄はそれだけ強い影響力を持つんだ。荒廃した土地がこれだけ綺麗になるとは。やっぱり英雄の力はすごいな。あいつの目的は何だ？
まさか王位を目指しているのか。だがそのためには玉木と戦わねばならない。あいつはそんな奴じゃなかったはずだ。すみません。わあ、すごいです。無限全身竜レクーディング邪魔をしないで。真似してみたいな。すみません、倒させてください。押されている。このままでは。勝負。四季殿にはあなた方を阻む理由がある。どうかお引きください。その理由とやらも説明せずによく言う。立ち塞がるなら倒すまでだ。本当に家族と戦うやりですか。そこまでして王になりたい。そうじゃなきゃ死んだ父上が悲しむ。王になるのが父上にできる唯一の孝行なんだ。我が魂まだ燃え尽きてはいない。これは戦う宿命。よし、この勢いで四季を倒すぞ。鉄の兄様に祠を奪われるわけにはいきません。何としても止めましょう。玉木か。やっかいことになったな。あの男を倒せばいいんだな。私が行こう。なんて勢いだ。四季より先に彼女を倒そう。これでいいのね。刹那は玉木たちの対応に追われているな。今のうちに拠点を奪い取る。よし、こちらの思い通りだ。無限転身竜レクーディング。邪魔をしないで。やっ、いつかの雑魚か。今度こそ叩き潰してやる。この男、また会うなんて。相変わらず強そう。うわー、相変わらず大きいですね。これでいいのね。うわー、強いんですね。マリン、感激です。俺と戦ってまで王になりたいと。あいつにするつもりなら容赦はしない。
はしない。兄と慕う君と戦えば玉木が傷つく。聞いてくれ。それはできない。本来王になるべきなのは俺だ。聞いて譲るべきなのは玉木の方だろう。よし、やったな。お前たちの好きにはさせない。あなたに私は倒せない。押されている。このままでは。お母様の占いでは次の王は私だと出たはずです。叔母上はお前の母親だ。そういうに決まっているだろう。お母様はそんな方ではありません。なんという強さ。私ではとても叶いません。あなたに私は倒せない。刹那兄様、考え直してください。考え直すのはお前だ、玉木。俺は王になる。必ずな。このままではまずい。どなたか援軍を。助けていただけるとはかたじけない。超治療参る。いざ、この超治療と勝負してもらおう。これでいい。我が闘志まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。これは戦う宿命。おお、実に見事な戦ぶり。お前が王を目指すとは面白いこともあるものだ。だが無限変身リム。しないで。そうはさせぬ。何を考えている。お前は玉木につくものだとばかり。私には私の考えがある。だがそれはお前や玉木を王にすることではない。全部を話すつもりはないってことか。秘密主義とはお前らしいな。よし、これで儀式ができるな。みんな、ありがとう。
ありがとな。そうだ。そうだ。いらっしゃいませ。また来てください。
ようこそ。またのお越しを。頼む。なんだって。頼む。英雄さん。さて。やるぞ。なんだって。よし。
話し合いには応じてくれないようだ。さすが今ノリに乗ってる勢力だな。ミウラの力を極めてやる。仕掛けてきたぞ。迎撃しつつ様子を見よう。私はあの方のためなら命を懸けられる。本陣を落とされてはまずい。気をつけて進もう。俺が不覚を取るとは。救うにはそれが最善の道。絶対に手柄を立てるぞ。もう引っかかれるのはごめんだからな。敵が物資を運んでいるみたいだ。中身は何だろうな。うまくいったぞ。防衛の任務必ず果たしてみせる。連携して進むと心強いな。逆に味方が敗走すると厳しくなりそうだが。敵の大将が自分の本陣に火をつけたぞ。
俺たちの覚悟を試しているのか。これでいいのね。俺は勝つ。そしてあの方のお腹をサワサワするんだ。早く戦を終わらせよう。あの方の手足をもみもみするのが楽しみなんだ。ここで動いてくるとは。行くな。放っておくと本陣が危ない。わあ、強いんですね。マリー、感激です。無限変身竜で空人封鎖。邪魔をしないで。あの方は確かに可愛い。だがこの世界の頂点に立つ実力もある。これが無限転身流天神の無双の忍術。なぜまたたびなんか運んでたんだ。まあいい、念のため持っていこう。ここまでたどり着いたか。このノブニャが自らが力を試してやろう。わしはただの猫ではない。天下を滑る第六天魔王よ。是非もなし。それはまたたび。なぜウムラが持っている。無限変身竜で空人封鎖。さすが猫。邪魔をしないで。マナトリがよく効いてるな。ウムラの強さよくわかった。よかろう、我が友に加えてやる。ああ面白い。ノブニャガさん、なんだって。よし。愚かな人間たちよ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけ。また人間たちが運命に引き寄せられた。落ちなさい、今すぐ。裁きの時は来た。あの魔女さん、やる気満々だね。倒せば話を聞いてくれるだろうか。用がため。どこにいようが変わらない。
私はただ人間を裁く。人間が残虐な罠に切り裂かれた。ベルザが見たら大笑いするね。野球しろ。任せて。魔女がいるという噂を流し、好奇心旺盛な人間をおびき寄せて狩るか。俺は完全に魔女さんの策にはまったようだ。無能な相手だ。彼女はどこへ逃げたんだ。二手に分かれて探そう。なんだと。まさかそんな。味方が罠に足止めされている。早く魔女さんを捕まえて解除してもらわないと。分不相応な追跡者よ、私が始末してあげるわ。人間を華麗にさばいたわ。カエリアがいたら満足げにうなずくでしょうね。魔人の娘の邪魔をするなんて、そんなに死にたいの？ここに罠を操る英雄がいると聞いた。力を貸してもらえないか交渉してみよう。ジ、こんな時に四季のご登場かよ。あ、魔女さん。さようなら。愚かな人間同士争うなよ。しても魔女さんに逃げられたか。仕方ない。まずは無限全身流で空気封鎖。邪魔をしないで。四季を追い払おう。彼女の説得はその後だ。助けていただけるとは、かたじけない。無限変身竜で空人封鎖。邪魔をしないで。おい、今日はこれくらいにしといてやる。カスミ、オタクは無用。俺が苦戦するとは。これでいいの？やー、怖い。強いんですね。マリン、感激。
神竜の極意を見た。これは戦う宿命。手は足りてるかしら。そこをのけ。止めてみせる。そこをどける。訓練不足が招いた結果、真摯に受け止めよう。あなたに私を倒せない。私の邪魔をするならば消えてもらう。無限変身竜レクーディング邪魔をしないで。このままではまずい。どなたか援軍を。力に敬意を表し、今は引く。あなたに私は倒せない。命をつないだ生贄に私が必ず落としてやる。すごいな。これが英雄の力か。ここは私のいるべき世界ではない。元の場所に戻らない。ルザマよ。本当に魔女かもしれない。顔色一つ変えずに次々と人を倒していく。すみません、倒させてください。的な制裁を与えた。リリオが飛び跳ねて喜ぶ姿が目に浮かぶ。わあ、すごいです。真似してみたいな。抜けに覚悟。邪魔よ。
あなたに私は倒せない。よくやった、大義である。魔人の娘がさばいている。何？いや、頼む。ええ。
褒美じゃ。裁きを与えてやろう。マリーが行きます。頑張ります。承知しました。よし、敵の追撃を振り切らないと。味方と合流し体勢を立て直そう。観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているのか。厳しい状況だが見捨てるわけにはいかないな。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならず者に大切な腕輪を取られてしまって。可愛い英雄さんを困らせるなんて許せないな。腕輪を取り戻すのを手伝おう。あの男が撃つ。では泥棒です。追ってきやがった。申し遅れました。私はプラフタ錬金術師です。とはいえ私は人形の体、この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なのです。そうか、なら絶対に取り戻さないとまずいな。バカめ、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。あいつらよくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。ここは一度引くしかないか。悪くない働きだ。次は、しないで。
逃げろ。いざ竜のごとく攻めぬかい。報告です。敵の追っ手が到来しました。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば全力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。これでいいのに。無限天身竜レクーディング。邪魔をしないで。よくやった。大義である。ここは一度引くしかないか。あなたに私は倒せない式の兵器のようですね。確かに高温に炎を放出できるようです。これが無限天神竜天神の無双の忍術よ。これでいいのね。いざこの長虫を勝負してもらおう。全て蹴散らしてやる。おいおい、冗談はやめてくれよ。我が闘志、まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。これは戦う宿命。さあ、無限天神竜レクーディング。邪魔をしないで。
行きましょう。可憐なだけじゃなくて頭も切れるみたいだな。エグリナさん、すべて落としてなかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやる。戦う宿命。すごいな、これが英雄の力か。私の務め必ず果たしてみせます。よっ、我が武とくと味わうがいい。敵の追撃を振り切れたか。プラフタさん、あなたは命の恩人だ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。おお、頼む。わかる。ありがとう。
この湯船大きくて立派ですよね。私お風呂が好きだから嬉しく。ようこそ。またのお越しを。違います。そう、いいだろう。よし、よし、よし。ようこそ、バグ。まずは第一幕、必殺。大事なお仲間を助け出してもらうわ。あれ、気がついたらこんなところに。誰か助けて。一つでも失敗したら劇はお開き。最後まで演じ切ってほしいものね。戦う宿命。ではまずい。どなたか援軍を。
りましょう。今度の演目は怒涛邪妖の猛攻から拠点を守り抜けるかな。拠点を取られたらおしまいだって。戦場全体を見てろってことか。悪くない働きだ。私も参加させてもらおう。あの仮面には何かが取り付いているようですね。どんな素材でできているのか興味があります。ものだな。第2幕感動のうちに終わった。じゃあ第3幕終結。私のところまで仲間と一緒に来てくれるかしら。これでいいのね。一人でついてもダメってことか。無限変身竜で空人分析。邪魔をしないで。足並みを揃えながら進む必要があるな。倒せない。
しくも。紳士淑女の皆様、お待たせいたしました。最終章激闘の開幕です。役者はそれだ。さあ私を倒してみろ。ようやく最後の試練か。みんな気合を入れていくぞ。無限変身流烈風流風邪邪魔をしないで。終わらせるの。だからたまには付き合ってやろう。そのまま始末なさい。今こそ裁け。私のせい。お父さんの元を行くのだ。応援しなきゃ。すごい。わしも混ぜるにゃ。よし。そのまま耐えせ。闇の世のため。今ぞ。容赦のようにゃ。よし。始末せよ。逆らう者は許さぬ。これが無限天神流天神門、無双の忍術よ。あなたに私は倒せない。ブラーボー、あなたたちのお芝居最高だったわ。約束通り一緒に行ってあげるわね。ええ、そうだ、いいわ。まあクリス、これをやる。コンサートの始まりだ。あの、信長様が苦戦しております。直ちに救援を。やあら、懐かしい景色ね。どこからか夜の君が出てきそう。信長様、なんだ、ただの黒猫か。やあ、ちょうどいいところに。こいつらを倒すの手伝ってくれない？やあ、私はアーナス、教皇庁のエージェントだ。知り合いの猫を探してたらあいつらに襲われてね。ここはもう大丈夫そうですね。急ぎ信長様を救いに行かねば。待って、助けてくれたお礼に力を貸すよ。この子たちはセルバン、私の命令に従う妖魔だ。物を壊すのが得意だから何かの役に立つと思う。獣が集まってきました。セルバンとやらを狙っているようです。
クリス、君もこの世界にいたんだ。お久しぶり、混ざり物のお嬢さん。愛しいお友達は一緒じゃないみたいね。やっ、食らいなさい。これは戦う宿命。が開通しました。こいつらよく見ると可愛いもんですね。私はここで敵を引きつけておくよ。彼らと共にそのノブニガさんを助けてあげて。力が溜まっていくんだ。あともうちょっとだから協力よろしく。ない働きだ。邪魔をしないで。
せない。の間だけ妖魔に変身できるんだ。さあこの勢いに乗って親玉を倒しちゃおう。鮮やかな変化、アーナス、褒めて使わす。あなたに私は倒せない。この戦、我らの勝利に終わった。勲功第一はアーナスにゃ。アーナス、わしらと共に来ぬか。この世界で天下不平を目指そうぞ。それもいいかも。私はこの世界でも猫に縁があったんだね。さよう。参ったか。アーナスさん、おお、頼む。わかった。あの、さて、ありがとうございます。与えてやろう。
ぜひに及ばず。ぜひに及ばず。さあ、狩りの時間だ。どうぞ。